ハイペリオンはまだなの？姫子おばさん。誰がおばさんだって？まったく、上官準備をしてその場で待機してなさい。ウェンディ、ごめんなさい。ううん、ブローニャは何も悪くない。崩壊エネルギー反応検出。ウェンディの体内にあるデザイアジェムの影響なのか？待って、反応がどんどん強くなっていく。崩壊指数1500、2000、一体どうなってるんだ？崩壊指数2000か。これくらいあればハイペリオンも一撃で壊せるでしょ。ウェンディさん、何を言ってるの？この偽善者ども、あなたたちが憎い、すべてが憎い、みんなまとめてぶっ殺してやりたいほど憎い。このエネルギー反応は、ウェンディ、まさかすでにデザイアジェムの力を解き放ったか？それとも結晶の崩壊意志に操られていたのか？防御シールドが完全に解除されました。ハイペリオンは間もなく実験室の上空に到着します。おかしいわ、守備が薄くなってる。わざとそうしているみたいに。何が起こっているの？強烈な波動が感知されました。メイ！メイ先輩、メイ先輩。キアナちゃん、無事なの？私は大丈夫だよ。無事だし、生まれ変わったみたいなの。キアナちゃん、嬉しいな。目を覚ました時にあなたがそばにいてくれるなんて。さあ、今もう一度私と一つになりましょう。コンケストジェム。遅かったか。すでに崩壊に支配されている。今のあいつは危ないぞ。いいえ、危ないからこそ放っとくわけにはいかないの。いいだろう、敵が律者ならこっちも律者の力で解決をしよう。がっかりさせるなよ。キアナちゃん、あなたはずっと私のそばにいてくれた。私もあなたを一人にはしない。
その手を掴んだ時から私の運命は変わった。あなたは私の人生の中で一番大事な人。もしあなたを助けることが罪なら、その罪は私が背負う。さようなら、キアナちゃん。砕けろ、いつじゃ。怪物は Thank you.
なの関係ありません。キアナはバカですから。バカは諦めません。彼女は私をたくさんの人を変えました。これからも多くの人を変えていくでしょう。その日を見届けたいから。だから私たちはここで止まったりしない。待ちたまえ。ここの主として君たちをもてなそうではないか。なるほど、やはり君たちは成長したようだ。来たまえ。これこそ本物の力。天上天下唯我独尊。あら、まだ生きてたの？それなら私はこう言うべきよね。ねえ、気分はどう？あら、結局見つかっちゃったのね。待ちくたびれたわよ。久々の再会だから。きちんと挨拶しましょう。はーい、私に会いたくなった？隅々まで満たすのに、お前に敗れはしない。そこで終わりはしないね。これが私の意志。私は永遠に存在する。
悪いけど、がっかりさせることになるわ。英傑たちの閉幕は盛大で美しくないといけないの。二人だけだと少し寂しいわね。そうでしょ、愛しいエーデン。そうね、エリー、始めましょう最後の舞踏会よ。結局みんなを巻き込むつもりなのね。だからあなたが嫌いなのね、エリシエ。本当は嬉しいくせに。全て八つ裂きにしてやる。今回は元に戻さないよ。あら、これで楽園の最後の運命。これは歴史上類を見ない光景じゃない。僕たちの功績が未来を切り開くように。準備はいいか、エリシア。もちろん。経験した未完の旅けど、来訪者、あなたの道は続いてる。そうでしょ。なら心のままに進みなさい。進みなさい。私たちが作れなかった未来を作りなさい。分散的、そうしたくはないけれど、与えたものを取り戻すことは私たちにとっては馴染みのある行為でしょ。おかしい、今彼女は思想を奪ってなかったのに。偽物の思想でコアの上限を欺いたんですか。そうね、確かにこの戦いであなたは私の隙を見つけ出した。でも簡単に挽回できるような隙なら反撃の鍵にしかならないわ。結局この戦いの鍵はミステルとブローニャにあるの。成婚計画の前では断りの律者の歴史と栄誉なんて話す価値もない。それとこれとは別です。最高の証拠はあなた自身なんです。もちろん私は私自身の限界を理解してるけど、今までの断りの律者たちも同じでしょ。
どうやらその子にも限界が来たようね。あなたが持つ他のものと同じように。十三詐欺、その子のことは見逃しましょう。私はあなたの過去を知っている。その子の意味も分かってる。私が求めてるのは勝利だけ。あなたを傷つけるつもりはないの。あなたも全てをかける必要はないわ。現実をよく見なさい。これが無国の輪廻よ。そうですね。現実をよく見てください、ミステル。あなたが向き合っているのは真理の名です。誰も歌わなくなった歌をもう一度歌いましょう。歴史に封じられた物語に新たな章を書き加えましょう。高潔で純真なる魂を旅に出ましょう。逆襲の獣の加護が空夢の自由を与えますように、都政の羽の加護が不祥の権利を与えますように。改正の官の加護が軍政の純真を与えますように。食性の蛇の加護が無限の渇望を与えますように。黎明の将の加護が極光の意志を与えますように。寸断の刃の加護が刹那の覚悟を与えますように。前方の瞳の加護が典型の知恵を与えますように。エコーの炎の加護が黄滅の誠実を与えますように。釘の箱の加護が螺旋の奇跡を与えますように。紅葉の歌の加護が黄金の輝きを与えますように。神材の檻の加護が戒律の慈愛を与えますように。無人の剣の加護が救世の理想を与えますように。無可の人の加護が神河の帰還を与えますように。ここに称賛しましょう。起源の律者の誕生を。次はメイの出番よ。今日の主役、準備はいいかしら。ええ、このステージを任せるわね。終焉の眉、どんどん近くなっています。心配しないで、キアナちゃんはもう光だけを追いかける子じゃないわ。今のあなたは他人を照らす炎、
耐えられない過去も。あなたの力にしかなりません。私よりも強くなった子、忘れられるわけないじゃない、ゼーレ。見つけてくれたね、ゼーレ。